皆さんこんにちは、ムチョと申します。またもやですね、昭和北三ブラックっていうのがすごいことをやってきました。いや、ここまでね適性が広いっていうのは予想外なところなんじゃないかなと思いますね。というのもですね、この間ついに3区のウィルソン・テソーロさんがですね、地方の交流重賞を勝利したということで、まあちょっとこれにはさすがにね驚きましたね。まああれだけね芝の中長距離戦線で日本と世界を沸かせているのに対して、今回勝ったのはその真逆とも言える地方のダート短距離ですからね。いやもうちょっとここまでこなされてしまうと、まあなかなかね穴を見つけるのが難しい状況になってきたと言えるんではないでしょうか。ついでに言うと今回っていうのは日高製サンバとしてもですね、3区の重賞初勝利っていうことにもなりましたからね。これまでは車大系のみの重賞勝ちになっておりましたが、まあ、やっぱりね本がそれ以外の製サンバっていうのも増えてくる中で、今回の勝利っていうのは大きかったと思いますね。ということでちょっと今回はですね、果たしてこの勝利っていうのはたまたまだったのか、それとも北三ブラックやはり全体的に見てもそういう隙のない成績をしているのか、まあ意外なね数値なんかも出ていると思いますので、ご紹介したいなと思います。まあ結論から先に言っちゃうと、全くもってこの勝利っていうのは、まあ、たまたまではないということですね。ゴールドシップ以来ですかね、このぐらい具体的に芝とダート距離別でデータを出してみたっていうのは、まあ納得していただけるね数字になってるんじゃないかなと思いますね。まずは単純にですね、中央の芝ダートの累計の成績っていう意味で言っても、実はね北三ブラック現時点でダートの方が率で上回ってるんですよね。ダートが副勝率 35% に対して芝は 30%、 勝率も 15% に対して 13% と、まあもうこの時点で明らかに馬場適正っていう意味では両立できているっていうことが言えますけれども、またそれがね面白くなってくるのが距離別で見た時で、いやここが結構ね一番意外性あるところなんじゃないかなって思いますね。あれだけね現役時代は中長距離で、てかどちらかというとね、もう天皇賞春連覇あるように長距離のスタミナタイプっていう印象も強かったと思うんですけれども、3区はなんとですね現時点で負傷率一番高い芝のレースが、まあ、1200m ということでね、まあ、もちろん出走回数の差はあるんですけれども、あくまでこれ現時点で言いますと、むしろ距離が伸びれば伸びるほど数値っていうのがまあ悪くなってるようにも思える感じなんですよね。こちらがですねグラフにしてみたものになるんですけれども、まあ、明らかにね右肩下がりとは言ってもね、もちろん低くても副勝率は出走回数の少ない 2200m で 22% で、イクイノックスからも分かるようにね 2500m っていう距離でも圧勝する馬っていうのはもちろん出ているわけですけれども、思ってた以上に長い方が走ってる傾向にあるとはね、まあ言えない状況にはなってると思いますね。で、これの理由を探してみると、明らかに母父の桜爆仕様の血が北三ブラックの産区には出ているっていうことは言えると思いますね。まあ前にもご紹介したように、本当にこの血の影響力っていうのは強くてですね、まあ後継のビッグアーサーがもう完全なるねスプリント専用商売になっているとも言える状況だと、まあ本当この距離に関してはロードカナロも超えるようなね率になっているのは、まあ明らかに桜爆笑の血が効いてるわけですけれども、まあまさにこの血がですね北三ブラックもハーチという近い距離にあるっていうことで、まあ影響をもたらしてるっていうのは間違いないと思いますね。やっぱり絆やね里のアラジン等がハーチにストームキャットが入ってね、父がディープであってもあれだけダートへの適性を見せていたりするっていうのは、まさにねその血の影響力があったと言われておりますけれども、まあそれのまさにね短距離バージョンが、まあ、爆笑の血っていうことは、まあ、言えるんじゃないかなと思いますね。逆に言えばですね、意外とその父同様の 3000m を超えるような距離とかってなってくると、まあ向いてない産駒っていうのも出てくると見ていいかもしれないですね。今のところ出走した馬っていうのはガイアフォース1頭ということにはなっているようですが、やっぱりこの馬もね菊花賞意外な感じもある、見せ場なく8着に敗れた一方で、この間マイルでね0秒差の2着に入ったっていうのは、まあまさにね先ほどのデータ通りというかですね、
別に五系も短距離志向の配合っていうわけではないですから、思ってた以上にステイヤー向きの3区は少ないかもしれない。むしろ苦手とも思えたマイル以下のね、短い距離の方が合ってる3区っていうのは多いかもしれないですね。ちょっと覚えていていい意外なポイントかなと思いますね。そしてダートっていう意味で言ってもそれは同じような可能性もある数字。まさかね、北サンブラック3区でダートの 1200m 合う3区が出るとはね、ちょっと思いづらいとしか言えないわけですけれども、現時点で出走回数は26と少ないものの、そのうち5回を勝利、勝率は 19%、副勝率も 35% あるというね。いや、さすがにこれちょっと間違ったかなと思って何回かやり直したんですけれども、やっぱりこの数値でしたね。で、今回の柿つばた記念は 1500m っていうね、ちょっと中途半端な距離になりましたけれども、あくまで中央はね、その距離はなくて、1004と1006っていうことにはなるんですが、まあ1004はね、29% ですけれども、1006は 50% っていうことでね、まあこの舞台は東京にしかないですけれども、やっぱ芝スタートっていう特殊な条件もあるんでね、それがやっぱり合わないとはちょっと思いづらいところありますよね。つまりはまあ芝も行けるスピードがあってね、まあ、ダート適性もあるっていうところで、まあ、若干オルフェーブルっぽさもね見せる3区っていうのはいるということですよね。あくまでここの数値だけ見てるとですね、まさに北サンブラック3区からもドバイやアメリカのねダートに挑戦する3区なんかも出てきていいかもしれないですね。ただダートは割と短い距離の方がいいとも言い切れんところはあって、1008から2000以上っていう距離がね 37%、44% っていう数値になってますね。まあつまりはもうダートのねこの全体の数値見てみれば明らかですけれども、まあ今のところダートに関してはほぼ全ての距離を網羅できている。そして地方で言っても今回重賞勝ちを決めたように適性は十分にある数値となっていて、副勝率 50%、 勝率 29% と、まあ地方競馬はねその競馬場ごとにレベルの差だったり、あとはフルゲートがね12頭とかそういう少ないケースもあるので、結構 30% とか超える馬はたくさんいるんですけど、さすがに 50% とかっていうのは高い部類に入ると思いますね。まあ224回出走した数値っていうことにもなりますし、こんなに大きく変わるっていうのは考えづらいかなって思いますし、まあさすがに交流重賞勝ちを決めたらね、まあ一定のその証明にはなったと思いますよね。まあでもさすがに驚きましたよね。父ブラックタイドにしてもダート適性はそんなに高くなくて、地方交流住所の勝ち馬っていうのは出てないですし、弟のディープインパクトでさえもですね、あれだけ圧倒的な芝成績を残していても地方重賞は2頭のみ、つまりは全くもってこのウィンドインハーヘアケイトの勝馬っていうのはダート適性そんな高くなかったわけですけれども、一体どこから北サンブラックにはねその適性が生み出されたんだっていう感じですよね。まああえて言うならばやっぱり桜爆仕様の地であったり、あとは馬体的にで非常にね540キロと恵まれていたところがね、パワーっていう意味ではいい感じに伝わってるのかなというところですかね。あとは客室もやっぱりこう先行できる能力っていうのは明らかにダートでは有利になりますからね、そういったところも関係してるのかもしれませんが、まあでもそこら辺考慮してもね、ここまで幅広くね重賞戦線でやってくる馬が出るとはちょっと予想できなかったですね。てか正直言って血統付けの自分としてはまあ外れちゃう可能性も多いのあるかなって思っておりましたけれども、まあ本当に現役時代同様ですね、まあそのファンの予想を超えてくるというかね、というかまあ競馬関係者さんでさえもここまでの活躍っていうのはちょっと予想できた人少なかったんじゃないかなって思っちゃいますね。やっぱりそういう時にねしっかり投資できていた社代さんっていうのはまあさすがの目だなといったところですね。まあまさにねこのテソーロさんっていう意味で言えばブシュバテソーロの馬主さんでもありますし、まあ2頭揃ってのブリーダーズカップ挑戦とかもねあったら面白そうですよね。まあ今後もですね様々な舞台で北サンブラック3区が走る姿っていうのに注目していきましょう。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。